ペナントレースも佳境。各チームローテ編成が慌ただしくなってきてるけど、カントもちょっと先が読みづらい感じになってきたかな。大城選手も今季8の中1かじゃしな。まずカード頭の DNA ビジター3連戦は東選手、ジャクソン選手、ケイ選手は報道で確定してる。対するカップは森下選手、床田選手、栗選手と予想。ただ下の横浜は雨で中止が予想されてる。ここでの登板は翌週の巨人との首位攻防戦に影響してくるから、スライドした場合のローテ編成が気になるところかな。週末のカードは中日とのホーム3連戦。中日は先週末は台風で全く試合ができていないから、ローテの予想が難しいんだけど、ファンの意見なんかを参考にして、福谷選手、柳選手、大野選手と予想しました。人によってはカード頭は松葉選手じゃないか、という意見も同じくらいあったので、柳選手も含めて嫌な対戦になることもありそう。カープは中5日で大瀬良選手が金曜日、土曜日にアドア選手、日曜日に玉村選手が入るのが通常かなと予想。ただアドア選手を木曜に回す意見もちらほら見かけたので、雨次第だけど、柔軟なローテ再編も考えられるかな。中止がなければ来週の巨人戦は中5日で大瀬良選手が木曜日に回る可能性もあるし、そこからの7連戦もあるしね。東選手の中5日や戸郷選手の中4日など各球団エースに頼る采配が目立つ。雨の影響も考えつつどんなローテで臨むのか気になるところだね。ということで、今週のローテ予想でした。新しい情報などありましたらコメントで教えてもらえると助かります。